こんばんは、デザコミのお時間です。今宵の案内は私、KG が務めさせていただきます。本日ご案内する場所はこちらです。東京シャープ80、キバです。気をつけて、行ってらっしゃいませ。働く、住む、どちらも譲れないあなたへ進める最新型ハイブリッドマンション。本日は木場駅に来ております。木場駅は東京都江東区木場5丁目にある東京メトロ東西線の駅です。東京駅まで電車で約20分、その他主要都市へも30分以内でアクセス可能ですので、高リッチなエリアと言えるでしょう。駅周辺は住宅街が広がっており、静かで過ごしやすく治安も良さそう。東京湾が近く川が多いです。大きな公園も数箇所あり、自然も豊かな立地ですので、ファミリー層に人気なのも納得です。駅を南に進むと、イトーヨーカ堂を発見。大型の商業施設があるのは、やはり嬉しいです。休日は月島でもんじゃを食べたり、豊洲まで行き子供たちとキッザニアに遊びに行ったりと、休日の予定を立てるのが楽しそうです。川は、お世辞にもあまり綺麗とは言えないですね。そろそろ物件に到着です。2022年12月竣工、地上12階建て、働くことと住むことの融合をテーマにしたハイブリッドマンションです。総戸数126戸、間取りは 1K から 1LDK、 単身リンクスにおすすめの間取りの部屋をご用意しております。共用部に特に力を入れている物件ですので、お部屋以外のご案内もぜひ楽しみにしててください。まずは建物周りを散策。裏のスペースに移動してみました。駐車場スペースは広々としています。7台契約可能ですので、早い者勝ちです。月額 34,100 円。そしてこちらが駐輪場。バイクも止めることができます。駐輪場500円、バイクは6600円になります。どちらも月額料金です。建物脇に階段の出入り口を発見。正面に戻りましょう。こちらがエントランスの入り口です。映画館に来たかのようなワクワク感があります。エントランスは天井高でセンスを感じる高級感がございます。口を開けながら天を仰ぎたくなってしまいます。オートロックは顔認証のシステムを取り入れています。住民はキーレスで出入りができるので、とてもスマートです。改めて美しい。ガラス扉を入って左側にメールボックス、宅配ボックスの数も充実です。正面を進むと木製の格子に挟まれた緑、これは仕切りとなっており、裏には待合スペース、重大な打ち合わせが行われていそうな雰囲気。チェアはベロア生地で光沢があり素敵です。ワークスペースはこちらという看板、見てみましょう。奥へ進むとワークスペースに到着。なんとこちらは住民が利用できる共用部のワークスペースです。見渡してみると半個室のように仕切られたデスクが並んでいます。本もたくさん用意されています。こちらが防音室、声を出す業務がある場合はこの個室をどうぞ。最初喫煙所かと思ったぜ。これで終わりではないのです。なんと完全個室もご用意ございます。建物内で新たなつながりが生まれ、商談に発展なんてことも自然に起こりそうです。ワークスペースは以上です。エントランスに戻り直進。アルコール除菌が設置されています。試しに一吹き、プシュッ、サラサラしていい感じのやつだ。特に意味はございません。エレベーターで目的階へ。ルーフトップテラス、テラスもあるのかよ。こちらを最後に行きましょう。今日はどんなお部屋と出会えるのでしょう。ワクワクしてきました。それでは行きましょう。扉を開けると白を基調とした清潔感ある爽やかなお部屋がお出迎え。玄関床は大理石で高級感がございます。深緑の扉も渋いです。内掛けは30施錠で厳重です。覗き穴もついています。玄関横の扉を開けてみましょう。
玄関収納はシューズインクローゼットとなっていますので、中に入り靴を選ぶことができます。並べには深緑のフレームの壁掛けミラー、出かける前の身だしなみチェックですね。正面はおそらくメインフロア、先に左側を見ていきます。廊下にストレージ、収納スペースはあるに越したことはございません。続いての扉を開けるとトイレです。温水洗浄便座、手洗い機付きの一般的なトイレです。ペーパーホルダーがウッドとステンレスでかっこいいデザイン、タオルハンガーも同デザインでいい感じ、釣り戸棚もついています。トイレ収納を集結させましょう。集まれ。突き当たりの扉を開けると洗面所です。玄関同様大理石を使っていて高級感を感じます。洗面器両脇はゆとりのあるスペース、鏡は三面鏡で、内部は収納スペースとして使えます。キャビネット部分は引き出し4杯、上から覗いて物が取り出しやすい作りです。ソフトクローズ仕様でゆっくり閉まります。ちょっとした隙間収納も便利です。扉を閉めると洗濯機置き場、入室時には隠れていて気がつかなかったです。収納も充実です。洗面台の向かいにもストレージ、これだけ収納が多いと生活感を隠したシンプルな暮らしが実現できそう。続いてはお風呂です。黒の大理石に囲まれてる。立ち上がりの際に便利な取っ手がついています。天井からのシャワーを楽しめるヘッドシャワー完備。高級感あるこの空間でのヘッドシャワー、一体どんな気分なのだろう。一度でいいから味わってみたいものです。続いてはいよいよメインフロアのご案内になります。準備はいいですか。リビングダイニングキッチン約12畳です。お部屋の奥行きに沿った広々バルコニーが見えます。窓も横に広く採光が良好です。奥には空間を仕切る下がり天井とダークカラーのキッチンが、グレーの扉のようなものを発見。果たしてその先には何か。キッチンから見ていきましょう。大理石に囲まれ、対面にはキッチンカウンターが。シンクはサンアロハ、サンクチコンログリル付き、料理される方は大満足な設備でしょう。収納をスピードアップで見ていきましょう。扉はソフトクローズ仕様で優しいです。キッチンカウンターはレンジ台となっており、スライド棚がついています。おっと、目が回りますね。ごめんなさい。釣り戸棚もついており、キッチン収納は二重丸と言えるでしょう。冷蔵庫はこのくぼみに入れましょう。天井を見上げるとシーリングライトが2台にエアコンが設備でついています。このグレーの扉見てみましょう。お邪魔します。洋室約4畳です。ベッドルームと記載がございますので、寝室利用を想定されているお部屋です。グレーとアイボリーの落ち着いた配色に幾何学模様がシックでいい感じです。洋室にはウォークインクローゼットがついています。このグレーの壁、実は吊り下げ式となっており、畳んで収納が可能なのです。全開にするとリビングが拡張され、さらに気持ちの良い空間へと変わります。レールに沿って動かすだけですので、女性でも簡単に収納が可能です。最後はバルコニー。リビングと同サイズの奥行きを持つバルコニー、とても贅沢な気分を味わえます。バルコニーには物干しがついているので外干しだって可能です。この窓がお風呂の窓です。バルコニーへ行く際は段差が注意です。だいぶ高さがあるので転倒すると大怪我します。本日の内見は以上になります。お疲れ様でした。物件の詳細はこちらです。賃料は22万2000円。新築では珍しく敷金・礼金がかからない、初期費用を抑えられる条件です。ちなみにネットも無料です。今回の物件いかがでしたでしょうか。物件の問い合わせはメールまたは LINE で受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
お部屋の内見後、屋上に来てみました。こちらも共用部となっておりますので、住民はいつでもこの空間を利用することができます。この眺望です。夜景を楽しむことができそうです。あ、ウィッキー。テーブルで大の字で眠っちゃってます。危うく忘れるとこだった。危ない、危ない。アイコンとサムネイルのイラストは、イラストレーターのザートミさんに描いていただきました。詳細は概要欄から。デザコイラインスタンプも販売中です。最後に、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の物件でお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。